はい、どうも、オークポンでございます。今回ですね、メルカリについて少しね、動画をちょいちょいアップしていこうかなと思いまして、えー、マイクを取りました。で、それですね、メルカリで、えー、なんですけども、まずね、この、絞り込み機能っていうのが一つあって、で、これですね、今あ、まあ同じ口紅なんでしょうけども、これ検索でね、パラドゥエッセンスルージュ うっていうものを検索で入れたんですけど、これ、もう出たものを入れてます。何も根拠も何もないですね。で、えー、これについてですね、もし自分でね、多めに買ってしまったとか、あまあ転売目的でもいいと思うんですけど、 でどのぐらいで売れるのか、まず転売であればもうリサーチをかけるという上で一番大事なことだと思いますので、まず、ね、今のことかね何を売りたいのかというものを入れて、でそれで、まあ、カテゴリーはこれすべてでいいと思うので、す、ま、べ、あ、てで、ねまあ、物は1個、1種類しかないので,、ねでえーまあ、ここは重要だと思うんですけども、自分が売りたいものを転売であれば、まあ うんと新品未使用っていうのは当たり前じゃないですか。で、えー、あとは着払いなのか、ここ,こ,こ結構ね、大事です。着払いと、まあ、送料込みで、えー、出品者が負担するのか。で、状況で、えー、まあ、これは、うんまあ、どっちかに絞り込みたいんであれば、やっぱり絞り込んだほうがいいのかなと。 送料込みで自分でね、えー、支払いをして、で、やるんであれば、まあ、こうやってね、絞り込みを入れて、で、まあ、販売中なのか、売り切れなのか、これは当然、売り切れのものを見る必要があります。過去の相場事情っていうのを見るのは一番大前提で大事だと思うので、でこれで完了でね、絞り込みと。で、絞り込みをかけると、パラドゥエッセンスルージュっていうものでないものにしても、 いろいろ出てきますよねで。名前が同じもの、同じもの、同じもの。でえー、このお値段が出て、まあ、このままで、ね、出てきますで、えー。ここでもう一つ大事なことがあります。こいつね、いつ売れたのかってことですよ。わかりますよね。いつ売れたのか。まあ、これはちょっと種族が違うので、ごめんなさいと。で戻しますあ。これもそうですかね。 で巻き戻しで一旦戻しますけども、で戻しまして、先ほどの、ね、いつ売れたのか、いつ売れたのかっていうのを見なきゃいけません。でまあ、これを見ましょうというところで、これ1本、こいつね、パラデゥエッセンスン手、これがね、555円で売れてますと。で、一体、こいつはいつ売れたのというところなんですけども、 おまあ、残念ながら、これ、PC では見れないんですけど、えっ、ー、とね、PC で見れるんですよ。あ、PC で、スマホで見れば見れるので、えっ、ー、とね、えーまあ、この辺に、ね、この辺にスマホで見れば、あいつ売れたのが見えますので、えー、覗いてみてください。 で例えばこれね、もっとお、まあ、豆知識っていうかね、まあ、この方が何をやってようかっていうのは、もうどうでもいい話なんですけど、間違えて買ってしまって出品してますっていうね、結構こういうのは転売目的なのかなと。で、相場がね、もう全然安いじゃないですか。まあ新品だと思うんですよ、新品未使用でね、新品じゃないですか。で、相場が安いんだけど、おこれですね。 なんでこうなっているのかというと、たぶん国を返しているとか、あ初回限定で、ねえー、まあ買って、で大量購入をして、それで売るという手法なんじゃないかなと思います。まあ、本日はここまでね。また、あちょいちょいお出しをしてきます。まあ、メルカリのお 売買とかね。まあ通常売買に対しても、まあ通常ですと売りっていうところでね、使うのかなと思いますんで、売りっていうのは品物を売るってことね、不用品を売るってことで使うと思いますんで、まあ本日はメルカリのね、絞り込みについてお話をさせていただきました。それでは、バイバイ。